Welcome back, guys. Even I gonna be this new episode or not, he's just gonna say this. Man, this is gonna be a long while. But we back to more Digimon Survive. Yabai! Yabai, yabai, yabai! Oh yeah, I forgot to... We run for this guy so we can save him. Let me bet. He's gonna meet his partner, didn't he? What is that, Ale? なんで岩の化け物に追いかけられてんの俺。ミノルくん待って、私もう息が。アオイさん。と言ってもあいつらまだ追っかけてきてるかも。追いつかれたらヤバいんだよ、早く逃げなきゃ。葵さんも見たでしょ、あいつの突進食らったら怪我じゃ済まないって。でも私もう動けない。他に隠れて助けを待った方が。隠れるったって、神社の方にはあの岩の化け物がいるし、他のとこなんて。あ、ほこら、あそこなら隠れられるかも。ほら葵さん、早く行こう。こいつを何とかするから、葵さんは逃げて。ダメよミノルくん、危ないわ。あ、相手が一匹なら なんとかなるかも。なれ。ダメ、ミノルくん。そこまでだ。この子たちに近づかないで。This is a surprise。増えた。この狼藉者め、これ以上は俺が許さん。あなたのことは私が守ってあげる。お前たちもう大丈夫。こんな数無理だ。
声、間違いない、ミノルだ。一体どこにいるんだ。ああ、来るな。また怪物だ。また？おい、ミノル、大丈夫か？タクマ、近くにゴツモンの気配があるぞ。さっきの岩のやつか。どのあたりだ？そこのずっと奥の方だ。あの祠の方だな。よし、急ごう、悪魔。質問の気配が今度はたくさんある。なんだって。それでもミノルを放ってはおけない。行こう。わかった、タクマ、僕に任せて。I don't know, but I feel for the secret ending, you have to have all these equal. だよな。さすがタクマだ。友達のピンチをほっとけるものか。まず石の塊みたいなやつだから真正面からぶつかっても危険だ。うまくタイミングを見て。うわ、まずい、もう一匹現れた。せい。大丈夫か、ミノル。あいつ、ミノルを助けたぞ。 Okay, I know that. To be honest, I prefer the disabled design, but I never knew that they actually remake this Digimon folder. So I never saw official artwork of him or see facts. I mean, I saw facts about the one snake.White snake one in the cell, like it doesn't have feet, but how come now I discover this? これはファルコモン。知ってる。悪いやつじゃないぞ。だから言っただろ。俺は敵ではないと。疑って悪かったよ。助けて。承知。ミノルが助けを望むなら全力で答えよう。なるほど、あいつはどうやら味方らしいな。だからファルコモンは悪いやつ。
じゃないって。でもご質問相手じゃ相性が悪いかも。たくま、加勢していいか。そうだな、ミノルを放っておけない。助けよう。よし、俺が行こう。僕の番だね。俺が手伝おう。ベビーフレッよし、俺が行こう。クラッシュスマッシュ！僕の番だね。先を急ぐぞ。たくま、ありがとう、助かったよ。こいつとばったり出会って驚いて逃げたところに、さっきの岩みたいなのが襲いかかってきてさ。ゴツモンが狙ってて危険だと教えようとしたのに、ミノルは俺から逃げるし。
悪い悪い。すごいもんだな、ミノルのやつ。この生き物ともう打ち解けてる。タクマだって僕とすぐ仲良くなれたじゃん。すぐってわけじゃなかったよ。っておいタクマ、なんだそいつ。それを聞きたいのは僕の方もだって。だがどうやら敵じゃない。敵じゃないぞ。さっきも見ただろ、僕たちを守ってくれたんだ。確かに。何度もそう言ってるのだがな。とにかく今はこんな見知らぬ森の中で変な生き物に襲われてる状況なんだ。仲間が増えたのは心強いよ。この調子で葵さんたちや他の仲間も探してみよう。Yeah, you cannot let her behind with the dog. どうしたんだ、ミノル。いや、その。ごめん、俺、葵さんとは一緒にいたんだけど、さっきはその、ファルコモンに驚いて。慌てて一目散に逃げ出しちゃって、葵さんを。おい、葵さんを置いてったのか。無我夢中だったんだ、ごめん。まずいな。どっちの方向かわかるか。ゴツモン以外にも化け物はいるんだろう。多くはないが、いくつかいるのは感じるな。すぐに葵さんを探さなくちゃ。辺りにはいなさそうだし、別の場所に行ってみよう。今の声は。よかった、ミノル君いた。タクマ君も。はい、I guess he's okay。葵さん、葵さんも無事だったんだね。よかった。どうやら探し人は見つかったようだな。よかったよかった。もうミノル君、どこに行ってたのよ。勝手に行ったら心配するでしょ。わ、悪い悪い、ほんとごめん。今度はみっともない姿は見せないから。ヒーローみたいに颯爽と駆けつけて解決するから。またそうやってふざけて。もう心配させないでちょうだい。
ごめんで済むわけないでしょ。女の子を置き去りにして逃げるなんて。 Okay, I kind of see the team. I think this is actually a thing about Digimon partners. They're kind of the opposite in a nutshell of the character. And that's kind of what the really makes Digimon more lighthearted, no, how you say, more endearing that Pokemon. The fact that they can talk and be kind of your mirror. 絶対許さないんだから。なんだこの生き物。アラテか。いや、でもそんな雰囲気じゃ。待て、二人とも落ち着け。まあ、この子なら大丈夫、怖くないから。いや、今俺、お尻噛まれそうだったんだけど。そんな汚いお尻なんて噛みませんよーだ。さっき怪物に襲われそうになった時にこのワンちゃんが守ってくれたの。葵は私が守りますからね。ワンちゃんって間違いなく化け物だよな。そもそも犬が喋るわけねえし。葵さん、なんでそれを疑問に思ってないんだ？安心して、ラブラモンもいいやつだよ。僕前から知ってる。Okay, this kind of confusing because this one don't have gender. I mean, you have character that clearly have some kind of gender, like Angelmon and no, what is called before Angelmon, but for the rest they are kind of genderless. I mean, yeah, you can give them personality, but I better shut up. I don't want to be canceled on Twitter. Kyoryu no Akachan?そして俺がファルコモン。以後よろしく。よろしくお願いします。ねえ、あなた、ラブラモンって名前なの？そうだよ、葵。これからもよろしくね。大変、あなた怪我をしてるわね。葵さん、はぐれてた間、何があったの？あの後、
別の怪物が襲ってきたのをワンちゃん、いえラブラモンが助けてくれたんだけど。そのせいでこの子こんな大怪我しちゃったの。大丈夫大丈夫、こんな傷大したことないから。もう心配しすぎよ葵。ダメよ、ちゃんと手当てしないと。救急箱が必要ね。それだよな。やっぱ一度校舎に戻ろうぜ。今どこにいるかもよくわかんないけど。近くにあの神社があるってことは、歩いて帰れる距離なのは間違いないよ。とにかく日が暮れるまでにはどうにか戻ろう。Oh yeah, this happened all during a day. Man, this was so long. なあ、本当にここってさっきまでいたとこか？地形が全然違う気がするんだけど。え？そうなのか？さっき通ってきたトンネルへの道がどこにも見当たらないんだ。それにそもそもキャンプ前に聞いてた地形とは違うぜ。まるで全然別の場所みたいな感じっていうか。それって大丈夫なの？まずいな。そうなると校舎までたどり着けるか怪しいぞ。なあアグモン、あとファルカモン、お前たちはこの辺りのことわかるか？わかるよ。知っていることなら何でも答えよう。僕たち校舎に戻りたいんだけど。わかんない。What the world is that? It's not even close. 木でできた2階建ての建物で、人間が暮らすもので。それだったら見たことある。本当か？うん、木でできた大きい建物と広い空き地があった。豪邸か、間違いない。どこにあるんだ？どこだっけ。おい、場所なら俺がわかる。案内しよう。ありがとう、お願いするよ。お、やっと見えてきたぜ。ふむ、どうやらあれで間違いなかったようだな。The fact that I see teeth under that beak is kind of disturbing. わーい！あともう少しだ！
ラブラも足の怪我は大丈夫？心配してくれてありがとう。大丈夫よ、葵。どうにかここまで戻ってこれたんだ。日が暮れる前に急いで行こう。それにしても変ね。あ、どうしたの、葵さん。ここまでの移動でスマホを何度か試してみたの。この辺り全てが通話可能エリアの外で、電話もネットも繋がらないわ。もう校舎の近くなのに。本当だ。GPS やマップだけじゃなく、コンパスのアプリもまともに動かないよ。こっちも同じだ。今はカメラくらいしか使えないか。それにさ、気づいたか？行きの時とは違って、あのトンネルを通らなかったよな。そうよね、 GPS が使えなかったから気づかなかったけど、別の道に入ったのかしら。だったら戻ってこれるのは変だって。それほど複雑な道じゃなかったのに、おかしくないか？ふむ、何か混乱があるようだが、この辺りにあれに似た建物は他にないぞ。気にはなるけど、とりあえず戻れたんだしさ。とにかく今は校舎へ急ごう。やった、日没までに帰ってこれた。いや、通ってる学校はここじゃないよ。僕らは課外学習の宿泊施設として使ってるだけだけど。学校は学校か。たくま、学校ってなんだ？I don't know why, but considering that I can see the car enter, I cannot want to do this somewhat, you know, blind, but consider that I cannot know. It's like I have the
flashlight and it has a GPS attached to it. I could find my way, but I'm still gonna use the GPS.子供が大人になるための場所かな。勉強だけじゃなくて、生き方とか人との付き合い方とか大事なことを身につけるところだと思う。そっか、じゃあ困ったら学校に来れば安心だな。ああ、きっとそうだ。でも、あれ？どういうことだ？誰もいないぞ。いや、いないどころか、様子おかしくねえか？本当だ。なんでこんなボロボロに。もしかして俺たちが気絶してる間に群発地震のでかいのが来ちまったのか。ミノルも気絶してたのか。ああ、俺も葵さんもな。しかし、どうして一体何があったの。それを知りたいのは俺の方ですよ。どうなってんだこれ。ただでさえもうじき日が暮れるってのによ。夜の校舎すら普通に怖いのに、こんな廃墟じゃ。落ち着けミノル、俺がいるから大丈夫だ。そうよ、葵は私が守るわ。気絶してたのってどれくらいかな。僕は小一時間と気絶していなかったと思うけど。1 hour Maybe I have like 4 hours or so of recording。俺たちもそれくらいかな。スマホの時計で見る限り間違いないわね。日付も変わってないし。通信で時間が合わせられなくてもこれくらいで時間が狂うことはないはずよね。じゃあそのわずかな間に何かが起きたってことか。破壊兵器とか天変地異で朽ち果てたとか。 Why do you have to spy on me now? じゃあなんで草ぼうぼうになってんだよ。確かにこれは単に衝撃で破壊された感じじゃない。長い時間をかけて朽ちていったような。気にはなるけど、今はラブラモンの手当てができればそれでいいわよ。とにかく中へ入りましょう。